福本信之は、日本の漫画家、漫画原作者、右利き、既婚、神奈川県横須賀市出身、風間英二のアシスタントを経て、1980年、月刊少年チャンピオン連載の、よろしく純情大賞でデビュー。主な作品に、賭博目視録開示、赤木闇に降り立った天才、銀と金、天天な通りの階段時などがある。 1998年に、賭博目視録開示で、第22回講談社漫画賞受賞。幼少時は、パーマンなどの少年漫画を読んで育つ。高校では建築家に進み、本人曰く、勉強はできないが不良でもないぼーっとした学生だった、という。また、強さに憧れ空手やキックボクシングを経験した。高校卒業後、建設会社に就職して、 現場監督の仕事に就くも、仕事がつまらないと感じ、何か一発当てようと漫画家を志す。会社勤めに並行して描いた、剣道漫画を講談社に持ち込んだところ、まずアシスタントをして、経験を積んではどうかと勧められる。そこでアシスタントを募集していた風間 A に似た飲み込んで、アシスタントの内定を取り付け、長く勤めて資格などを取るとやめられなくなると考えて、 入社後わずか3ヶ月で会社を辞める。アシスタント入りしたものの、器用な絵が描けなかった福本はもっぱら炊事などの雑用を任される。1年半ほどした後に、福本を案じた風間から、福ちゃんは性格が摩擦だから、トラック運転手なんかが向いてるんじゃないかなと悟され、アシスタントを辞めることになる。これらの経緯について、風間は18歳と若いので可能性にかけた。 福本はあまりにも使えないから首にしたけどあいつの方が売れちゃったと語っている。その一方で福本は退職時に至るまで手厚く世話をしてくれた風間に対して感謝の念を語っている。1980年月刊少年チャンピオン掲載のよろしく順調大賞でデビュー。その後なかなかヒットが出ずチャンポン店などでアルバイトをし勢系を立てつつ 千葉哲也賞などへの応募を続けながら、長く下積みの生活を送る。1983年、ワニの初恋で、千葉哲也賞優秀新人賞を受賞。また、バイトも順調でそれなりに稼げていたが、漫画一本で行くべきと24歳の時に辞め、退路を断った。この頃使用していたペンネームには、福本富彦というものもある。 投稿時代からデビュー当初は主に人情ものを描いていたが、1980年代は日本経済の景気も良く、ギャンブルをテーマにした漫画が流星を極めていたため、仕事が取りやすいという理由でギャンブル漫画を描き始める。1980年代末より近代マージャンゴールドに天天てんてんな通りの怪談時を連載。この作品は創刷されて、 福本の初めての人気作品となり、漫画家として名が知られるようになる。この頃から作品にギャンブル者が多くなり、近代麻雀連載の赤毛闇に降り立った天才や、さらにアウトローの世界の駆け引きを描いたアクションピザッツ連載の銀と金で一躍人気作家となる。1996年から週刊ヤングマガジンに賭博目視録開示の連載を開始する。 カイジシリーズは2021年現在で通算77巻2000万部以上を売るヒット作となり、福本の人気を不動のものとした。2005年には赤木が2007年2011年にはカイジがそれぞれ TV アニメ化されている。2007年10月からは週刊少年マガジンに賭博派王伝令を連載開始。2019年5月からは 近代麻雀に闇朝の間宮を連載開始。2011年3月11日に発生した東日本大震災の被災地への義援金として現金3000万円を寄付し応援イラストを寄せた。被災地にも自ら訪れ被災者にサインやイラストを描いている。2021年5月現在。 週刊ヤングマガジン市場で、賭博打天読開示24億脱出編、近代マージョン市場で、闇朝のマミヤの2作品を同時に連載中。ギャンブル漫画の第一人者として知られ、緻密な心理描写、強烈な人物描写が特徴である。作品の多くは、極限勝負に見置く、男たちの姿が描かれており、数多くのオリジナルのギャンブルを生み出している。 圧倒的なストーリーの面白さが評価される一方で、キャラクターの作画については、漫画家としては、非常に低く、逆にそれが、独特の魅力となり、持ち味となっている。好きなギャンブルは、麻雀、大将など、競馬は嫌い。麻雀は、中学時代から続けており、本人によれば、学生時代はほとんど負けたことがないが、現在の実力は波だという。 本人曰く大会運があるらしく、マージャン漫画家のマージャン大会で優勝したことも、プロのマージャン対局に出場したこともある。芸能界屈指のジャン主と知られる赤木海事の声優萩原聖人と二度ほど対局して、萩原にこの人に勝てる気がしないと言わしめた。また、女性キャラクターの登場が極端に少ない。その理由は、 描いていなかったら、描けなくなってしまったとのことで、のインタビューでは、ギャンブルの世界に、女性はいらないとも語っている。ただし、大人ファミ2009年10月号では、タカピーな女の娘が体をかけて、ギャンブルをして、悪い親父から金を絞りやっつけるような漫画を描いて、みたいとも言及しており、その後、闇朝のマミヤにおいて、女性主人公による自分の体をかけたギャンブル漫画を、 描き始めた。作画の際には、原稿用紙を回しながら執筆するという特徴的な、執筆方法をとる。2009年7月に、東京、新宿のロフトプラスワンで開かれた、ビッグコミックスペリオールプレゼンツ第6回、西原理恵子の人生が力対決に出演した際には、多数の観客が見守る中で、その独特の方法で会事のイラストを描き、西原や江口久志など、 他の出演者を仰天させた。ありがとうございます。